以前何度か取り上げた倉山充さんですが、2020年4月29日に長尾隆くんの宣戦布告受けて立つというタイトルの記事を出しました。概要を言うと、長尾隆議員がチャンネルクララの公式ツイッターアカウントをブロックした。これを倉山充さんが宣戦布告と受け取り、目の前の土下座の謝罪を要求。それまで毎日その言動を監視論評する。なぜか杉田水脈さんに同一行動を取るなら敵とメッセを送ったという経緯のようです。なんで杉田水脈さんもというのは謎ですが、おそらく守る会で面識があるのが杉田水脈さんだけだったってことかなと思います。いや、ちょっと倉山さんのことよくわからないんで違うかもしれません。巣は倉山インパクトか、常念さんや和也氏も続くのかと思って様子を見てたんですが、二人とも続きませんでした。毎日論評するということだったので、ブログを見てみました。以下、ブログの記事のタイトルです。プロとして生きていきたいなら、基礎語学力を叩き直せ。西浦よ、国民で動物実験するなら覚悟しろ。自民党に離党覚悟で戦う本気の議員はいるのか。懺悔すべきは自民党と官僚。緊急事態宣言延長に反対する。長尾隆くんの宣戦布告受けて立つ。戦う市長を応援する。日本政府は日本人を殺す気だ。教養はどんな世界でも通用する。DV と小池百合子。ブログでは論評されていないようです。倉山塾でやってるんでしょうか。ちょっとそちらには入ってないのでわかりません。杉田水脈さんも特にツイッターでは反応してないように思います。私が探した中で分かったのは、蓮見敏子さんのツイッターでした。倉山充、長尾隆議員と行動に共にしたら敵とみなす。朝の部会で弁当を一緒に食ったらアウト？で、連れ立って義場に行ったらアウト？女子中学生かっちゅうの。国会議員が有権者をブロックとは尊敬できないが、倉山塾塾生が特定の議員に一斉嫌がらせコメントをしているという話は聞いている。倉山充氏が Facebook で蓮見の悪口を言っているという報告が相次いでいますが、気にすんな。私だって普段から言いたいことを言っているんだし、お互い様じゃん。それに特に影響力のない人物の発言などいちいち対処してたらキリがない。何か用があれば向こうから電話なりメールなり来るんだから、とのことでした。蓮見敏子さんといえば、杉田水脈さんと姉妹というくらい懇意にされている方だったかと思います。一連のツイートも杉田水脈さんを擁護するための発言のようです。こりゃ、青山議員の時のように、保守言論人から一斉にはしごを外されたわけではなさそうです。舞台裏のことはわかりませんが、表面化はしてないように思います。これは、蓮見さんの言う通り、特に影響力がない人物だから放置で良さそうですね。あ、と言いつつ動画にしちゃいました。再生数伸びないんだろうな。健康くんはもっと影響力がないから、再生数が伸びなくても倉山さんのせいじゃないよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。